ここはあの神社麓にもなんか同じ名前がありまして、ふにし神社っていう神社ですね。すぐ見えるのかな。ちゃんとトイレもねあります。お。お、雨降ってきた。大人気毎日放送探偵ナイトスクープで紹介されました。でこの下に見えるのが成和川で、この先に行ったらあの新成和ダムに行くことができます。でこの目の前には秋ぐらいになるとあのレンゲがね、あレンゲじゃなくてヒガンバナか、ヒガンバナがね綺麗に咲くんですよね。であの上にも集落があります。下からだったら見えなかったんですけど、まあ、これで終わりたいところなんですけど、ちょっと歩いていきましょう。あ、いいですね、これこれこれ。なんかね結構ね気になるのがなんか線があるんですよ、電線。なんか家でもあるのかな、家というかなんか何か絶対ありますね。ああなるほどね、このあのこっち側から見ると一つに見えた岩が、まあ、2つ、まあ、3つかなあるんですけど、まあ、これがああでもなんか拝んでるようにも見えたりしますね、あの真ん中の。面白い。行きましょう。展望台があるんです。
この感じがちょっと不気味な感じでございます。鬼の村夫婦岩神社、夫婦岩、あ、夫岩が高さ、12メートル、妻、岩高さ16メートル。この夫婦岩これまで交通不便のため広く、まあ、知られなかったと。まあ、この角度から見ると、まあ、岩の上に2つのなんか突起した岩が岩という感じですね。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。